皆さんこんにちは。ベーシストの藤谷一郎です。本日の動画はですね、疑問・質問にお答えしますということでやっていきたいと思います。おかげさまでですね、チャンネル登録の方もあのぐんぐんと伸びていって、本当にもありがとうございます。はいそれに伴いですね、あのコメント欄でいろんなちょっと質問とかいただくようになってですね、はい、まあ、その都度僕、まあ、直接あのコメントでお返ししてるんですけど、でもね、中にはね、やっぱこういう疑問ってみんなが結構その潜在的に思うんです っている疑問なのかなっってていいいうのがねまち、あ、ちょいちょいあってですねそういう疑問にまあ僕がこの動画でお答えすることによっていろんな人のね疑問が解消されるんじゃないかと思い今回ちょっとこの動画を作ってみましたえ技術的なことからですねまあ、機材のことまで多岐にわたるご質問にお答えしようと思っていますので是非最後までご覧くださいそれでは早速いきましょう <music> このチャンネルではベースに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください、えー。本当にね、もういろんな質問いただいてます。まずもうね、早速どん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 ちょっと質問にお答えしていこうと思います。僕のね、ツーフィンガーの、ま、徹底解説っていう動画があるんですけど、それにいただいた質問です。初心者です。人差しい指から1、中指が2が正しい引き順ですかどうしても私の場合、中指から1になってしまいます。 それで後で障害がありますか今のうちに人差し指から1という引き順に修正した方がいいでしょうかという、まあ、ご質問なんですけどこれね確かにね僕もねあの最初ベース弾き始めた頃ちょっと確かにね疑問に思ったことあるんですよ絶対人差し指から弾いた方がいいのかなとか中指から弾いた順番って何かあるのかなと思ったんですけど、まあ、今思うとですけどこれね順番関係ないですねはっきり言って僕もね意識しなかったら中指から弾き始めることが多いかもです これででも結構人によよると思うんですよねあの。知り合いはねやっぱ久しぶりから弾くことが多いって言ってましたし、まあ、最終的にはまあもちろんどちらからでもこう弾けるように練習するのが望ましいんですけど最初のうちからそのどうしても一から弾かなきゃいけないとか思って 普段こう弾きたい曲が難しくなるよりははまずは、ね、あの自分の弾きやすいこう指からこう弾いてベースを弾くっていうこと自体に慣れるっていうことがすごい大事でそれで慣れてきたら練習として。 普段中指から弾き始めてるんだったら、久しぶりから弾くように練習してみるとかっていうのはありだと思うんですけど、どちらからでもあの弾きやすい方から弾いてください。次の質問いきましょう。えー、プレベ使っている初心者です。2フィンガーで弾くときに音がばらついてしまいます。ジャズベにしてフロントの音量を絞るとばらつきがなくなるでしょうかというご質問なんですけど、これね、残念ながらね、その音がばらつくっていうのはね、ピックアップのせいじゃなくて、やっぱりね、その弾き方のせいなんですよ。だからね、音を絞って、 ところでまあばらついた音がリアから出るだけなんですよねなのでね、まあ、ちょっとこれはもう一生懸命練習して、こう、久ししりと中指の音のね、ばらつきがあまりないように、はい、練習してください。はい。で、これはですね、フレットレスの動画でいただいたご質問です。カマキリが大発生ってご自宅にですかって、はい、あのね、これね <laughs>、あの、自己紹介のところにね、 フレットレスの動画では、まあ、カマキリが大発生したことあるって書いてあるんですけど、これね、まあ、話すと、まあ、あれかな、長いんですけど、はい、あの子供の時の話ですよ。簡単に言うとですね、カマキリの卵をね、友達からもらったわけですよ。で、それを、まあ、ビニール袋に入ってたんですけど、なかなかねあの、帰らなくてね、放置してたんですね。そしたらある日ね、僕はもう小学校から帰ってきたらですね、母親がね、もう血相変えて、一応大変よって言って、 で、何、どうしたのってカマキリがとか言って、で、なんかまあ、リビングに入ったらですね、もうこれぐらいのね、1センチぐらいのね、カマキリがもう部屋中にブワーっていれたんですよ。っていうね、恐ろしいことがあってですね、もう本当あれ大変でしたけど、はい、まあそんな話でした。はい、家の中でね、カマキリ大発生しました。だからカマキリの卵、本当とね、気をつけてくださいね。はい。あとですね、次のご質問、ブルース。 はい、最近の動画ですね。ブルースのご質問で、私の身の回りではコード進行が AAAA、DDAA、EDAE、e、という感じですね。という、あの、まあ、これはご質問というか、まあ、コメントをいただいたんですけど、確かにね、僕が紹介したのは2小節目がこう D に移るパターンで、この方のおっしゃられてるのは、2小節目も A のまま。 っっていうパターンだったんですけどこれね僕もちょっとまあ補足すればよかったなと思うんですけど確かにねこのパターンもあるんですよでもね僕のまあ経験から言うとこのパターンってロック色が強いブルースっていうかなんかちょっとねマイナーな感じのブルースというか。みたいな感じのブルースだと。 その2小節目にね、D 行くのがちょっとせせこましい感じがして、もうずっと4小節間 A のままっていうパ,パターンはね、確かにあります。はい。 なのでね、まあこれも絶対決まりってわけじゃないんですけど、まあそういうパターンもあるっていうことをね、あの、ちょっと追記でお伝えさせていただきたいと思います。とてもわかりやすく練習の際に何度も見返しています。ありがとうございます。こちらこそ。3連符の意識の仕方について質問させてください。パターン1、ルートのみのところでダッダダというフレーズがあったと思います。おたま弱視に起こしてみたところ、を見事に真ん中が急風になっていると気づいたのですが、バックビートで3連符を意識するのがとても難しいです。この場合、どのように練習するのが良いですか というご質問なんですけど要はそのシャッフルのリズムっていうのはバックビートで3連符が鳴ってるって言いますよねだから1,2,3,4スリー・フォーの中にタッ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 タこの1拍を3個で割って3連符にしてるこれがバックビートに流れてるんですけど確かに最初のうちはこのタったッたタッ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  っていう感覚がねなかなかつかみづらい人、まあ、いると思うんですよねまあ、そんな時はですねやっぱりクリック最近ほんとアプリでですねこんなね無料のアプリでもですね例えばこう3連符ってできるんですよはいこんなふうに23412341 はい、こんな風にして、まあ、その、タッ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 って真ん中に3連符が入ってるよっていうのを、まあ、クリックに教えてもらいながら練習するとね、まあ、最初のうちはその感覚をつかむっていう意味ではいいと思います、えー。次はクリックの間に何があるかというね、僕のお気に入りの動画なんですけど、あの、これはね、質問じゃないんですけど、あの、本当にね、すごい嬉しい意見だったので、ちょっと読ませてもらいますね。<laughs> すごく貴重なお話、ありがとうございます。話を聞いただけで、ベースのプレイが全く違うものになりました。こんな経験は他ではありません。なんでしょう、ベースプレイの真髄のようなものに感じました。はい。本当ね、こんな風に打っていただけて、本当ね、嬉しいです。もう本当、もうちょっと握手したいぐらいな気持ちですね。はい。本当にね、僕、すごくね、まあ ベースプレイの神髄というか、まあ音楽の神髄というかですね、本当にリズムっていうもの、まあ僕結構大好きでですね、まあ常々やっぱりこう、リズムについて、まあいろんなことを考えるんですけど、まあそういう考えたことをこうやって動画で発表させてもらって、それを見た人がこんな風に思ってもらえるなんて本当ね、こんな嬉しいことはありませんということで、本当にこちらこそありがとうございました。はい。で、次です。えー、ストラップの長さについてのまあ動画なんですけど、 スロップが長いと弾きにくいので短くしています。鏡で見ながらいまいちと思ってました。上達したら伸ばすか最初からおへそのあたりに来るようにした方がいいですかということなんですけどね。まあこれも難しい質問ですけど、あの、まずはね、やっぱり、その初心者の方はとにかくね、まあまずベースを弾くっていうことに慣れることがすごく大事だと思うんですよ。 まずはね、まずはそのベースを弾くことに慣れて、ベースを弾く楽しさっていうのをまあ知ってもらうと。で、そうなってきて、まあある程度慣れたら、その自分のまあ好きな高さというか格好にずらした方がいいと思うんですよ。だからまずはやっぱり弾きやすさ優先で、まあ立って弾かなきゃいけないんだったら、ストラップちょっと高めで、まあ練習した方がね、僕はいいと思います。で、慣れてきていざライブっていうことになる、まあちょっと前ぐらいから、 なんかちょっとかっこ悪いなと思ったらちょっとずつ下げてみるとか。はい。そんな感じでね、やったらいいと思います。最初からやっぱ下げちゃうとね、とにかく弾きにくくて、その、弾けないっていうことの方がストレスになってしまうので、それはちょっとあんま良くないかなと思いますね。弾いてない弦のミュートをどうしてるかという動画のご質問です。えー、スラップの場合、どのようにミュートされていますか教えてください。これね、もうね、 あんんま言われたくなない質問なんですけどスラップね実はミュートすごい難しいんですよ実はまあでスラップを多用する人でミュートが難しいからここにさあのここにつけるあのなんかあるじゃないですかなんかリストバンドみたいなやつ僕もまあ持ってますけどあのね実はあれそもそもはねまあそれ用みたいなあとまあ多元ベース あのまあずっとミュートするのは難しいみたいなそれ用にまあた作られたというか、まあ、それ用に使われるもんなんですよだからまあそれほど結局スラップのミュートは難しいんですねあの、まあ、4弦を弾いてる場合は、まあ、いろんなところで左手だったりあのミュートできるんですけど例えば3弦をこうやって弾いてるときはですねやっぱり4弦っていうのはどうしてもねミュートできないんですよもう 物理的にこれなんかうまくやってる人多分いるのかもしれないんですけどこの腕がこの辺に当たってミュートしてるとか、まあ、そういうことはあるかもしれないんですけど結構ねやっぱね4弦のミュートはねかなりこれでねスラップの時は難しいですなのでまああんまり気になるようだったらあのねこういうリストバンドみたいなの使うっていうのもありかなと思いますはいそれで同じような質問ですねピック引きの場合はどのようにミュートすればよいでしょうか 例えば1弦を弾いてるときに2弦4弦をどこでミュートするというでしょうかっていうまあ質問なんですけど、これもね、あんまりされたくない質問なんですけど、なんでかっていうと僕、ビックビキすっげー下手くそなんですよ。ほんと申し訳ないんですけど。はい。でも一応ね、やり方はわかるんでお教えしますけど、例えば1弦こう弾くときに、弾くじゃないですか。で、ここのね、手の、この、ここっとっと手のこの辺 やっぱね上の234弦こう触って置いてるんですよでここでミュートしてますはいで基本的にはやっぱりねこの辺をね常に弦にさこう触っとくまあ4弦を弾いてる以外っていうことでね、えー、っとピック弾きの場合はミュートしてますベースの指板をまずは10個覚えようっていう動画があってですねそこのご質問なんですけど 音名を CDE で覚えるのが苦手でどうしてもドレミを使ってしまいます。やはり CDEFG を使うべきでしょうかというこれもね、本当にね、深い悩みですよね。これも本当にね、僕ね、日本が悪いと思ってるんですけど、まあその辺の話はまあ、とりあえず置いておいてですね。えっと、まあこれに対してのまあ僕の答えはですね、まあ正直どちらでもいいんですけど、その例えば将来的に、 まあ、バンドとかやってオリジナル曲やったりとかするときに、じゃあコード譜を見ながら演奏するっていうことがあるかもしれないじゃないですか。そのメンバーが作ってきた曲で、まあ、コードが書いてあって、で、それを見ながら演奏するってなったときに、要はコードっていうのは必ずアルファベット表記なんですよ。レマイナー7とか言わないじゃないですか。D マイナー7じゃないですか。ソ7とか言わないですよね。G7 なんですよ。 だからね、その辺は本当にね日本で勉強するとややこしいなって思うんですけどだからねそういう意味ではあの、まあ、ポピュラー音楽だとやっぱりコードがあるっていうのがまあ基本なのでその音名をねあの指板の音を覚えるときにやっぱアルファベットで覚えた方がその指板とコードの音が一致するので、まあ、僕はそのアルファベットで覚えた方がいいと思います。 本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうかあの、本当にね、たくさんのご質問ありがとうございます。もうちょっとこれ以外にもちょっと今日ご紹介できていない質問もたくさんいただいてるんですけど、今後もね、コメント欄にご質問いただければ、まあ直接もお返ししますけど、こういう風にね、あの、みんなにこう説明するのに結構いい動画ができるなって今日はちょっとね、撮ってみて思ったので、またまたぜひ、あの、疑問、質問、いろいろね、コメント欄に書いていただけたらと思います。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時配信していきますので、 よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとね、疑問質問、今日みたいなね、動画の種になるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。